こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットはを始めていきたいと思います。今お湯を沸かしております。まあ、それはともかく、11位の函館ペンタゴン、これは負けられないですね。前回武蔵野ホーネッツに0対1で敗れてしまいまして、勝ち点がね、15のままでリバセ大阪と7点差に広がってしまいまして、かなり厳しくなりましたね。これでまあ自力はでの優勝はなくなってしまいましたが、奇跡を信じて、ここ一戦一戦を頑張っていきたいと思います。では函館ペンタゴン戦いきましょう。お、緑が今度は疲れている。緑がそうですね、前走回はくるみが疲れてたんですよね。ユーナン育種をで一人ずつちょっとチャンスを与えましょう。ヒラリかな、カルメンもチャンス与えたいけどな。ミホに1個変えてカルメン、これでいきましょう。S が S のほか C とかあるんだな。はい、ホーム圧倒的ですね、 58%。 今 N は4位です。まあせめて2位は確保しましょう。首位はかなり難しくなったとは思いますが、さあキックオフです。あ、早くもチャンスだったんだが、甘くはないね。さあ綾香、まなみから逆サイド、ゆうな、取りにくい。なかなか簡単にはいかないですよね。しかしゆうなが飛び込めないよね。ちょっとこれは無理があった、ゆうな。さあくるみ、相手の守備が上回ってしまいました。ナイス7個。出ましたね。おっとピンチ、カルメン逃れた。さあこれはくるみ、おっと惜しい。今趣味が結構いた状態でのシュートだったね。ちょっと無理がありましたが、ね、惜しかった。くるみ逆サイド、ヒラリー、おっと しぶといピンチが、まなみ、ちょっと厳しいな。もたもたしてるんだ。もっとダッシュの ダッシュ力をつけないとって言われてます。ニルストーン、やばい。あーと、すごいな。あーと、危ない。これは気をつけないといけません。ファールですね。さあ、ほぼラストチャンスですね、前半。7個、これはちょっと厳しいか？ん？なんだこれ。あ、終了ですね、前半。結局は1点もどちらは取れませんでした。さあ結構疲れが溜まってますね。さあ点を取らないといけないのは分かってるんですけど、見ようかな、ヒラリーと変わってみよう。このままいきましょう。あと1人はちょっと状況によって応じて考えましょう。
おっとおっと先取点奪われてしまった。マジか。厳しいな。これだけ守備いるのに簡単に取られますね。ユーナに代わってエリカです。さあ早く1点取り返したい。おっとここで流れてしまった。お交代枠使い切ってます。お、一回落ちるとこまで落ちた方がいいのかな。首位はかなり難しいですからね。となると結局このゲームって三冠を取ることがゲームクリア、エンディングの条件ですから。つまり最低の優勝とアジア、チャレンジトロフィー両方と取ってかつ世界を取らないといけないので、優勝できない場合は参加は無理だし、あーっと流れた。アジアチャレンジトロフィーに、優勝したアジアチャレンジトロフィー取れなければそれで無理だし、まあやっぱり力をつけることが大事ですよね。もう残り10分になってしまってます。お、チャンス、ヌルーストが硬いなと思いきやな。おっとノーホイッスル。さあチャンスはチャンスですよ。ただね、ほんと一勝だったんだけど出なかったんですよね。ヌルーストにたびたび封じ込まれる。ネルーストをなんとか抑え込まないといけないんですよね。もうほとんど時間がない。これはひどい。ネルーストまだスピードが残ってるし負けてしまいました。つらいね。でも公式戦2連敗ですよ。まあ状況は深刻。ヌルーストもう自分で上がってシュート打ってますからね。ヌルーストにやられた感じですよね。そして映画一瞬の隙をつかれましたね。成島、前に言ってたのはフォワードではなく成島だったというマークしてたんだけど、内島のマークは聞いてなかったってことか。というわけで、シュート数は負けなんで完全にこれ力負けですよ。5位に転落です。勝ち点も 8に広がりましたね。リバステ大阪との差は5位、2位のエドガード欧州ともこうです。かなり厳しくなったとも言えます。でもまだ信じしてくれます。はい、というわけですね。厳しい感じですね。まあ、今年はですね、立て直しの年にしたいと思います。日程ですね、一戦休みがあります。ちょっと疲れ溜まってるのも気になるんで、休養に当てた方がいいような、結構みんな疲れが溜まってるんで、
これは一周は休養に開けます。育成もしません。これでどうだ疲れは。あ、治ってますね。この休養が果たしていい方向に、なってくれると嬉しく思います。はい、というわけで次は佐世保ドックス戦です。もう内容ですね。内容のある試合をして、一戦一戦を価値あるものにしていきたいと思います。はい、非常に2連敗という重い結果のしかかりますけど、もう一戦一戦大事にしていくしかないです。ちょうどフォワードを心得も怪我してますんで、ちょっと攻めるチャンスではありますね。はい、ではですね、そんなに強くないんで、しっかり勝ちたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。